かなという感じはしますが、さあそれでは今日の試合を振り返ってみましょう。まずはダブルス第1マッチは日本ペイントはフォンティンウェイと田代沙紀、そして日本生命レッドエルフの方は、チャン・ズーユーとそしてチャン・チェンチェン、この両選手の対戦ということでしたが、はい、この試合もですね、チャン・チェンチェン選手が、あまり、そうですね、動きが良くない中でしたけれども、最後にやはり決めきれたっていうのは非常に大きいですよね。はい、そうですね。ジョー・シンシン選手、このチャン・チェンチェン選手の、働きなどもありまして、このダブルス結果的に取ることになりました。第1ゲームはフォンテンウェイ・田代沙紀ペアが、いい形で逆転で取ったんですけれども、やはりファイナルゲームのシックソウルは本当に何があるかわからないですからね。そうですね。でまたシックソウルから始まったこの第3ゲーム、これはこの上新進選手の活躍なども目立って、結局、それも12対10ですから、3ゲームとも12対10とという形で大熱戦の末、日本生命レッドエルフのペアが勝って、さあ第2マッチはシングルス前田美優と、そして日本ペイントの方が松平志保ということで、これも2対2までゲームカウントいって、第5ゲームへ、つまりフルゲームという形の試合になったわけですが、松平選手のサービスですね、徹底して前田選手のバックに長いサービス、ミドル長いサービスですね、を出してですね、もう攻め切ったっていうところですよね。前田選手も非常に苦しかったですけれども、途中で立ち直ってですね、前田選手の持ち味である前陣速攻も良かったですけれども、この第2マッチもファイナルゲームですね。最後のやはり2本ですね、のバックに長いサービスは非常にいいサービスでしたので、気持ちが入ってましたね。そうでしたね。さあそして、この第3マッチ、これも結果から申し上げると3対2でフォンティンウェイが勝ったんですけれども、ただこれも大変な試合になりました。はい、そうですね。フォンテンウェイ選手もやはり、バック対バックではあまり良くなかったので、途中から、サービスを変えたりでし、あと、バックの中で早めに回り込みをしてですね、いろいろとその試合の中で戦術を変えていったというところですよね。チェン・ズーユー選手はやはりパワードライブありますから、もう少しレシーブの工夫をすれば もしかしたらちょっと違かったかなと思いますが。そうですか。ただフォンテンウェイも序盤はまだ本来の調子じゃないという感じだったんですけれど、やっぱり中盤以降ね、そうですね、シュートが少し遅かった気がしますが、最後はさすがフォンテンウェイ選手でしたね。さあそして第4マッチはもう大熱戦にこれもなりました。ダーの森さくらさんと、そしてリー・ホーシンの対戦。森選手やはり、1対2で苦しい試合の中で、1ゲーム目からですね、森選手の持ち味である、サービスの組み立てが非常に良かったと思います。リホーシン選手のレシーブを封じたというところ、非常に良かったと思います。逆にリホジ選手の方がレシーブ迷ってましたから、そこまでやはり追い込めた森選手は、自信になったと思いますね。この第4マッチもフルゲームを戦って、そして最後シックスオールからスタートして、ご覧のように11対7と最後の第5ゲームも森さくら選手が取って、3対2でこれで、2対2、2勝2敗という形になりましたので、今日の午前の試合に続いて
ピック午前といいますか昼の試合に続いてビクトリーマッチ、はい、ビクトリーマッチ、まあ、三原監督のインタビューもありましたけれども、はい、まあ、リホッチ選手が、まあ、第4マッチに続いて、まあ、体が温まってたって言った理由でっていうことですね、はい、まあ、そこが良かった分、まあ、1本目からリホッチ選手が、はい、まあ、しっかりプレーができたというところですよね、はい、これが、まあ、今日のこの結果であります。まあ、いずれにしても、